このドキュメンタリーでこの模型見て分かったんですけど、この端っこの方にですね、建物があるんですよ。これ何かというと、あの、宇部新駅なんですね。で、ここの位置にですね、この宇部新駅のちょっと左にですね、こう、プラットフォームがあって、で、これがですね、カオルとかレイがいたプラットフォームなんですね、ここの部分が。つまり、えー、ラストシーンのですね、新、え、寺、ー、はですね、この宇部新駅のホームにいて、で、中央のですね、ちょっと遠いプラットフォームを見ている。 ですね。え、こっからですね、この宇部新駅の手前が現実世界で、 向こうが第三村になってるというですね。この構図だったんですよ。あれ、第三村ってどこにあるのかっていうと、山口県の宇部にあったっていうのがですね、このミニチュアでわかるんですよね。おお、すごい面白い構造になっています。だから、ラストシーンで空撮で山口県の宇部が映った時にですね、現実の風景なんですけど、最初、あれこれ現実なのかなと ?CG なのかなって一瞬わからなくなるのは、なんでかっていうと、実はこの線路から向こうが全てあの CG で描かれたんですね、現実の。なので、動いてる電車が CG。 なんですよところがカメラが振ってですねこう現実の上が映るとですねそこで動いてるです、ね、自転車とか自動車が全てて やっぱこれはあの現実の素材なんですね。本物だったんですよ。それがうまく共存されてるから、アニメの中のキャラクターっていうのは CG の世界としてちゃんとあの中にあると。アニメと現実を離れたものとしては捉えてない本人の頭の中の世界なんですね。本人の頭の中の世界で、アニメーション架空の世界とですね、その実写のですね、現実の世界を隣り合った、本当に自分の気持ち一つだけで隔たられてる世界だと。 それで自分はこっちの世界に帰ってきたという,うな話にしてるんですよ。だからその、シン・ゴジラが虚構対現実なのに対してですね、シン・エヴァンゲリオンはですね、虚構と現実とはどちらも自分にとって現実なんだっていうですね、そういううまいラストになってる。 っていうのが分かってです。まあ、この辺はですね、多分あの、近いうちに新エヴァンゲリオンの設定資料集がですね、おそらくあの、カラーかあのグランドワークスからですね、発売されると思うんで、それ見てからまた話しようと思います。